どうも、お疲れ様です。FX オリガラヒの皆様、そして即価区限定動画をご覧の皆様、あー6月じゃないや、1月10日の6時7分の相場解説になります。失礼しました。冷やしを見てるんですけども、もうお分かりなのはね、えー、こう高値が切り下がっていること、で、で安値が同じように切り下がっていること、ここは見えますよね。そうなると、チャンネルラインがこのように引けていくわけなんですよ。 まあ、ついでに言うと移動平均線もこういう風に下がってますし、随分前にここを頂点にね、登っていくところと降りていくところ、もう完全に分かりましたよねってお話もさせてもらいました。ですんで、冷やしが、えー、こう下げ圧力がかかっていることはよく分かると思います。冷やしではこういう風な全体像をね、えー、捉えていくことが大事になってきますよ。で、4時間の方に移っていくと、すごくシンプルなんですけども、ここで見えるフォーメーションって、もうダブルトップなわけですよ。 ドカーンと下がってきた後、ダブルトップをこの、ぶん前に引いた134の544で書いているってことになります。えー、そうなるとお、W は右辺が強いって言いますけど、今回は M ですよね。W の反対。で、こちらの方の下げ圧力も強いわけですから、大きく下に下がっていくことになりますし、もう一旦は下がりましたんでね。このダブルトップによって。あとはどれだけ右辺が強くなるかなんですよ。 そこを見極めるものとしてここを破っていくかどうかってことになりますけどもそこを見るまでずっと指をこまねいてね見てるわけにいけませんのでだから1時間があるんですね、はい、1時間はどういうことになってるかというとここでは前回オリガルヒをご覧の皆様お分かりだと思いますけども新しいレンジを引きましたこことここで上底過程を作るわけですよここでねでそうなるとこういうボックスができるわけじゃないですかで、えー、時間軸は冷やしでも4時間でも下圧力がかかってるわけでしょ であとはこの1時間足っていうのは今ね右肩上がりからやっと右肩下がりに変わっていこうかなとしている途中のレンジですよ横ばいですよですんで今日のテーマはこのレンジを下に突き破ったらねブレイクを追っかけていくってことになりますセルでエントリーでねレンジのアプションが起きるかもしれませんけどそれはそれで利益取っていけるでしょう で、この二つにつきますんで、えー、今回の放送は以上なんですけども、その行く末を、まあ午前中しっかりと見ていくこと、対応していくことになります。うん。まあ場合によってはねあ、ちょっとこれ言わない方がいいかもしれませんけども、ソランミーだと思って聞いてください。131円の270を下の方向にブレイクした時点で、いずれかのポイントでですね、えー、予約決済をセルでかけておくってことも考えられます。ソランミーだと思って聞いてください。えー、それではまた午後に放送しますんで、それまで、 えー、アクセントをしてみましょう。それでは、お疲れ様です。<laughs>